アメリカ合衆国国土安全保障省はアメリカの行政機関の一つ、公共の安寧の保持を所掌事務とする、概ね各国の内務省に相当する行政機関である。その使命は、テロリズムの防止、国境の警備、管理、出入国管理と税関業務、サイバーセキュリティ、防災、災害対策である。 2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件を未然に防止することができなかった反省を踏まえてテロリストの攻撃や自然災害等あらゆる脅威から国土の安全を守るために2002年11月に設置されたアメリカ合衆国連邦行政部の中で最も新しい省である人員規模の点では国防総省と退役軍人省に次いで 三番目に大きな省である。アメリカの国土安全保障政策はホワイトハウスで開かれる国土安全保障会議により調整される。この他にアメリカの国土安全保障において特に重要な役割を担う行政機関としては保健福祉省、司法省、エネルギー省がある。各州においては 連邦の DHS に相当する機関として、オーズが設けられている。2001年9月11日に起きた、アメリカ同時多発テロ事件では、多くの事前情報があったにもかかわらずテロ攻撃を許してしまった経験から、それまで国内の安全情報に関する情報機関が多数に分立していたことに問題点を見た、アメリカ合衆国議会の主導によって提案された。 ジョージ・ W ・ブブッシュ第43代、アメリカ合衆国大統領が署名し、2002年11月25日に、これら22の国内組織を統合し、総勢17から18万人の職員を有する巨大組織が設立された。国家安全保障法以来の過去50年にない規模での、象徴再編の結果、アメリカの行政機関のうち、3番目に、 巨大な賞として誕生した。平時、戦時にかかわらず24時間体制で活動し、大統領の命令に直接的に従うものとされている。プリザービング・アワー・フリーダムズ・プロテクティング・アメリカがモットーであり、これは創設当時のブッシュ大統領の演説にちなむ。現在、DHS は主に以下の5つの部門から構成されている。 内部組織は多岐にわたるため、上院議員100名全員がこれらの組織を監督する何らかの委員会や省委員会に属しているとされている。2004年では DHS は大きく4つの分野に分かれており、多くの政府機関の機能を統合運用する形となっている。括弧内は元となった部署のある機関を示す。以下の部署名は暫定的なわけであり、 日本語訳は定まっていない。米議会が意図した CIA と FBI の組織の統合は CIA のカウンターテロリズムセンターと FBI のテロリストスクリーニングセンターのように両者が従来の独自の権限を保有したまま別組織として行動、機能をしているために情報が集約されて分析されることはなく組織統合が成功したとは言えない状況にある。 2003年3月に連邦緊急事態管理庁を大統領直轄から国土安全保障省へ移管する組織改変が行われたが2005年に相次いだハリケーン災害への対応をめぐって組織改変による指揮系統の混乱が災害対応の遅れにつながったのではないかという批判が出た。これは国土安全保障法の細部を定める実行法が 統一されず、組織改編前と同様に、各省庁に分散したままだったことが影響している。また、国土安全保障省では、人事管理のマニュアルもできておらず、移籍した22の機関も、実質的に分散したままであり、互いの意思疎通もできていなかった。ありがとうございます。